大阪のアッパビラホテル、あの上等の方のアッパに泊まってるんですが、これ3500円で泊まれたんですよね。京都大阪のもうなんかあの電車賃やらいろいろ考えるともう泊まってる方がいいなと思って泊まっておりますが、で、ファミリーマートで買ってまいりました。もうあのコロナが怖すぎてですね、もうなんか食べに行く気もならないので、コンビニでございます。で幕の内、これが、唯一なんかね塩分が 2.0g 以内なんですよ、これは素晴らしい健康的な、ご飯でございます。で、天ぷらやったんですよ、僕筑天かと思ってたらちゃんとエビ天でございました。でこれあのサバが美味しかったです。ここ奥に見えてますけど、サバがね、サバ美味しいですよね、焼きサバ。なんかあのあこのソーセージも美味しかったです。もうこのちょびっとなんですけどいいですね。でサラダが足りなかったのでサラダを、もう何だっけ袋で買って、食べておりましたが、ファミリーマートの、幕の内弁当良きですね。なんかヘルシーで、なんか困って塩分高いし困ったなと思うときはこれを食べといたらいいのではないかなと思いつつ、ということで大阪で泊まってまいりました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。毎日7時にアップしております。それではまた明日です。ありがとうございます。